こんにちは、そこそこまあまあのワートリ考察チャンネルです。7月はワートリが休載ということで、前回に引き続き3日目と4日目の Q&A の感想会をやっていきたいと思います。それぞれの Q&A をざっと見ていきながら、ちょっと気になったポイントについては少し尺を取って見ていきたいと思います。1日2日目の Q&A については前回の動画でやっているので、まだ見てない方で興味ある方はよかったら概要欄から見てみてください。それではまず3日目の Q&A から見ていきましょう。まず恐竜好きで知られる辻ちゃんの好きな恐竜ということで、一番好きな恐竜はアロサウルスということが明かされました。正直僕は恐竜にそんなに詳しいタイプではないので、一応それぞれ出てきた恐竜についてウィキペディアとかで調べてみたんですけども、アロサウルスについてはジュラ紀に北米に生息をしていた肉食恐竜だそうです。で、続いてその後に名前が出ていたエラスモサウルスについては、白亜紀、そんなジュラ紀の後ですね、白亜紀に北米に生息をしていた恐竜で、一般的に首長竜と言われるようなタイプの恐竜です。その後に言われていたサルコスクスという恐竜については、白亜紀に南米やアフリカに生息をしていた、ワニと同じようなタイプの恐竜だそうです。これ恐竜なんですかね。といった形で、ざっと3つだけ見てみると、正直辻ちゃんの好きな恐竜のなんかタイプみたいなのがあんまりわかんないんですけども、正直全然1個も僕名前知らなかったので、そういう意味ではかなり恐竜のコアなファンなのではないかなということだけはわかるかなと思います。続いてテレポーターガチ勢再びということで、テレポーターを使うときに障害物を通り過ぎることができるのかというような質問に対しては、視線が通っていないと発動することができないということが明かされました。ここについては障害物だけではなくて、目隠しだったりとか煙幕のように、要は視界が塞がれるような状態になってしまうとテレポーターは使えないということが分かりました。そう考えていくと、結構テレポーターの使い方っていうところについては限定的になってくるので、そういった意味では使いこなすのに、戦術的な要素だったりとか、あるいは訓練っていうところが必要なトリガーなので、やはり無条件で強いというわけではなかったので、それなりに使い手の数が絞られているということなのだと思います。逆に言うと嵐山隊の嵐山さんやトッキー、あるいは加古さんといったあたりについては、そういった部分も踏まえてかなり使いこなしているということが言えるので、そういったところからですね、割と今まだテレポーターについてそんなに作中の中では頻繁に出てきているわけではないので、長時間戦闘試験の中で、今までとは違うようなパターンでの使い方っていうところが、非常に興味深い部分ではあるなと思います。特にですね、過去体のトラッパーのね、北側との組み合わせの中で、そこでどういう風にテレポーターを使っていくのかっていうところは非常に面白いなと思うので、そういった部分が、前回の動画で言ったハウンド界のね、秘密のところの部分も含めて、謎のね、過去体の戦い方っていうところの部分の一幕として見れると面白いなと思ってます。続いてヒュースの角を、こねくり回すことで痛いのかどうかっていうところの質問については、付け根については特に痛くないということで、痛くはないんですけども、グニグニすると、首には来るということが明かされています。実際にそんなことをする人はコナミ先輩以外にはいないとは思うんですけども、確かに気になるポイントではあるかなとは思います。感覚的には牛とかに近いんですかね。そして今回の質問の中でも二宮と泉の怠慢と並んで、非常に興味深い部分であるだろうというポイントについては、やはり明かされたシューターのランキングだと思います。二宮の1位については明かされていたんですけども、2位以降のシューターのランキングについては伏せられたままで、泉が2位なんじゃないかっていう話はずっと言われてはきたんですけども、やはり泉が2位で3位には加古さんというようなランキングだということが、なんでここまで引っ張ったんだろうっていうぐらいね、引っ張った上で明かされました。で、ここに関して非常に興味深いポイントでいくと、二宮と加古さんっていうのはどちらかというと舞台の中では自分が中心で、フィニッシャーの役割を主にやっているということに対して、泉はどちらかというと、そのプレースタイル的にアシストの能力が高いということが言われているという状況なので、それの中でも踏まえて2位っていうことでいくと、やはり改めて泉の能力が高いということを、ある意味逆に証明しているみたいなことになるかなとは思います。続いてここも2位3位がわからない状態だったんですけども、ランナーのランキングについては、明かされていた里見の1位以外で2位が湯葉で3位が片桐ということが明らかになりました。ここについても言われてみればそうなのかなっていうところではあるんですけども、湯葉に関してはポイントを意識しているというよりは、立川とかともね、ランク戦をやっているということが里見から指摘をされているので、そう考えていると、確かに勝率を考えるともっと高いポイントになるというような里見の資産のところの部分については、このね、2位にいるっていうところだからこそよりね、そこが際立つということなのだと思います。続いて片桐については、確かに A 級8位の隊長であると、さらに主力であるということを考えると、順当な気はするんですけども、個人的にはゾエさんかなというふうにはちょっと思っていったりはしたので、ゾエさんはどちらかというとメテオラメインだからかなということは考えられるかなとは思います。
あ、ただ肩蹴りについてはイーグレット装備しているので、まあ、そういったところでいくと単純にあのまあガンナー用のトリガーだけじゃなくて、まあ、スナイパー用のトリガーのところにもポイントが分散するっていうことは考えられるので、まあ、そう考えてみると、まあ、単純にガンナーとしての能力が高いのだろうということがわかるかなとは思います。あ、ただここについては戦い方も全然わかっていないので、まあ、ちょっと今後の部分で戦闘描写が待たれる部分かなと思ってます。まあ、そして、まあ、意外といえば意外だし、順当といえば順当なのかなっていうところでいくと、まあ、やはりオールラウンダーのところになりますね。で、オールラウンダーについては、まあ、そもそも評価のされ方っていうところが、まあ、オールラウンダーに該当しているトリガーの中で、まあ、アタッカー用のトリガーが高ければ、例えば一番高い、点が高いトリガーの評価になるのか、まあ、あるいは例えばですけども、アタッカー用のトリガーと弾のトリガーの合算によるものなのかっていう評価基準がちょっとわからない部分ではあるんですけども、まあ、何にせよ、まあ、やはりレイジが1位っていうところについては、やはり鉄板というふうに言わざるを得ないと思います。で、まあ、仮にまあ合算ということで考えていくと、まあ、レイガストとアステロイドっていうところが考えられるかなと思っていて、で、まあ、ちょっとねツイッターの中でもつぶやいたりはしてるんですけども、まあ、実際に自分が戦闘で相対するっていうことを考えていった時に、あの実際に目の前に機関砲を持ってるやついたらかなりやばいなと思うので、まあ、そう考えていくと機関砲タイプのアステロイドって、まあ、相当破壊力高いんじゃないかなっていうことも考えてみると、まあ、単純にレイガストの筋肉スラスターパンチも強いと思うんですけども、まあ、アステロイドの方もかなりの威力を誇っているんじゃないかなということが考えられます。まあ、続いて2位は嵐山さんということで、まあ、あんまりフィニッシャーのイメージはないんですけども、まあ、キトラが入るまではエースをやっていたっていうことがまあ言われてはいるので、まあ、そういったことからポイントゲッターであったということから、まあ、そういった部分で、まあ、嵐山さんに関してはポイントが高いんじゃないかなということが考えられます。で、まあ、続いて3位は三輪ということで、まあ、三輪についてはもともとね、アタッカーとして優秀だったんですけども、立川に勝てないというところから、まあ、ハンドガントリガーの方で、まあ、オールラウンダーの方に転向していくという形になるので、まあ、もともとの出自で考えていくと、点を取っていくっていう方のスタンスだったということが考えられるので、まあ、そういった部分から、まあ、オールラウンダーのトップ3については、ある程度順当なのかもしれません。で、まあ、こんな感じでちょっとね、ランキングが明かされちゃったんで、この間アタッカーの番付は企画はやったんですけども、ちょっと他のね、ポジションについてはちょっとね、すぐにやるか、まあ、もうちょっと寝かせるかどうしようかなっていうところがちょっと悩みどころではあります。で、まあ、ここについてなんかちょっとね、意見だったりとか、まあ、要望などあればよかったらコメントにも書いてみてください。続いて個人的には今回一番ツボだったのは、トノオカの髪型の変遷についてです。まあ、コアライが負け惜しみに、殿は地味だからみたいなことを言ったら、まあ、それに対して、まあ、それを本気に受け取ったののさんが実力だオラということで、まあ、パンクな髪型にしてしまったというね、あの衝撃の事実が明かされたということで、あの、まあ、その事実はめっちゃ面白かったんですけども、まあ、ここのね髪型のポイントをあの掘って質問したっていう質問者の人もすごいし、まあ、そこにちゃんとね実は細かい設定がちゃんとあるっていうのもすごいなということで、またそのワートリの奥深さみたいなところをね改めて感じるようなね一面だったかなと思います。まあ、単行本の方の Q&A もね、もしあったらなんかこういう系統のね、なんか質問があると個人的には面白いなと思います。ではちょっと深掘りということで、まあ、スナイパー以外のランキング3位までは明かされたわけなんですけども、まあ、ランキングの4位は誰だろうということをちょっと考えてみたいと思います。で、まあ、シューターについては、うん、まあ、会長とかブロッコリーよりも那須さんの方が点数高いんじゃないかなというふうに個人的にはちょっと思うので、まあ、そういったところでは那須さんかなと思います。まあね、那須さんについてはね、ただポイントっていうよりもね、やはり評価されるべきは芸術性なので、まあそういったところの部分でね、まあ4位だろうが何だろうがね、まああのバイパーは神だということですね。で、続いてガンナーについては、まああの先ほども触れたように、まあ僕はゾエさんが3位かなと思っていたので、まあ4位についてはゾエさんになるかなっていうふうに思いますね。まあ、逆にあんまりガンナーについては該当しそうな隊員が他にいないかなっていうところはあるので、まあこの辺は結構硬いんじゃないかなと思います。まあそして一番難しいところはオールラウンダーですね。で、まあ、オールラウンダーの、まあ、4位の候補っていうところで考えていくと、まあ、A 級に該当するオールラウンダーでいくと、まあ、佐伯か、鳥丸か、まあ、あとは宇田川あたりっていうところが、まあ、結構ポイント高そうな隊員なのかなっていう印象はありますね。あと、この3人以外でいくと、キトラも、まあ、嵐山隊のエースっていうことで考えていくと、結構ポイント取ってそうっていうところはあるかなとは思うので、まあ、この辺のところが割と4位の候補になるかなということで、まあ、その時点でもう4人もいるんですけども、まあ、やはりオールラウンダーについては、まあ、ボーダー歴の長さっていうところの部分もありますし、まあ、あとエースなのか、ちょっとややサポート系のタイプなのかっていう、まあ、そういった属性のところの部分も絡んでくるので、あの、すごくオールラウンダーについては、その辺のところ、ポイントを推測するのが難しいなっていうふうには思います。
そして未だに明かされないスナイパーのランキングということで、まあ、3位と4位だけ勝手に予想してみたいと思うんですけども、さすがに3位は東さんでしょうというふうには思います。まあ、ここについてはやはり在籍が最も長いということだったりとか、まあ、あの戦術面だったりとか指導的な動きはしつつも、まあ、しっかり着実にねアイビスでポイントを重ねているというところはあるので、まあ、そういった部分で3位は普通に考えて東さんかなと思います。でまあ、4位についてなんですけども、ここがね結構まあ悩ましいなという部分ではあるんですけども、まあ、譲るとねあのサトリどちらかかなというふうにはちょっと思ってはいるんですけども、まあ、トリガーの構成で考えていくと、まあ、イーグレットのみであるということだったりとか、まあ、あとキャリアがまあちょっと長いっていうことのことで、まあ、僕はサトリの方がポイントは高いんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。続いて4日目の Q&A について見ていきましょう。まずガロプラの緊急脱出機能についてということなんですけども、そもそもねあの独自に開発をしたというよりも、まあ、ミデンの情報を聞いて、まあ、そこから開発したということで、まあ、あの技術力の高さに加えてスピード感がやばくねっていうのが、まあ、まず最初にね感想として思ったとこですね。でおそらくそこに暗黒ヘルメットが関与しているということが考えられるので、まあ、そういったところからもですね、まあ、伊達に規定列大百科とね、まあ、リンクしているわけではないということで、まあ、そのね技術力が改めてすごいなと思います。まあ、そしてねあのトリオンを大量に持って帰れるということで、まあ、そこに不満を抱いているという、まあ、期待をね相変わらず裏切らないような言動だったり動きをレギーはしてくれるなと思います。続いて旧アズマ隊の隊員3人の焼肉の好きな部位ということで、三輪についてはハラミカルビを中心に何でも OK で、二宮についてはカトロースとイチボで、加古さんについてはタンとランプということで、まあそういった感じから、まあ三輪についてはまあ比較的ね高校生らしい肉なら何でもいいというようなちょっと少年っぽい一面があるかなと思います。まあ一方で二十歳組の二人についてはまあやや希少部位を好むということで、まああのね二十歳ぐらいのね大学生をね焼肉に連れてって結構高い肉を注文しても OK みたいなねところのね、まあ、懐の深さなのかもしれないんですけども、まあそれに加えてね東さんの財力がどれぐらいなのかっていうところが少しわかるなとは思います。まあでも確かに大学生とか大学院生だとそんなに普段生活してて金使わないかなっていうことを考えていくと、まあその状況の中で固定給のある A 級隊員っていうのは、まあ結構ね、まあリッチなのかなということもあるかなとは思います。続いて学校での水上とコンちゃんの絡みはあるんですかというところについては、まあ絡みがあるかどうかはわからないですけども、成績のいい枠でまあ結構一括りにされているということが明かされています。ちょっとね、まあ、ここについてはねなんか少し煙に巻かれたような感じではあるんですけども、まあ、トーマとか国近がコンちゃんのおかげでね学校の、まあ、学力部分でのイベントを結構なんとかしてクリアしているという状況ということは作中で言われているんですけども、同じぐらい頭が悪い影浦がどういうふうに乗り切っているのかっていうのがちょっと疑問には思っている部分ではあります。でね、そこの部分のサポートを、まあ、実はねブロッコリーが例えばね影浦にノートとかを見せたりとかしていて、でそれに対して影浦が恩義に感じていて、ブロッコリーのことを水上ちゃんとか水上様みたいな感じで呼んでいたら個人的にはちょっと面白いなと思います。まあ、あるいはその勉強を教えてもらってるお礼とかでブロッコリーのいるお好み焼き影浦でのイベントみたいなのもちょっとあっても面白いかなっていうね、ちょっとまあ妄想は広がる部分ではあるんですけども、まあ、そういったねあの影浦とねブロッコリーの絡みとかもちょっとあるか面白いかなと思います。続いてここも結構個人的にはじわったなというところなんですけども、国近が年下の女子単位について、まあ、苗字で呼び捨てにしている理由が何なのかっていうところについては、自分より賢そうな単位については防衛本能からか呼び捨てにしているということが明かされています。もしこの記述の通りだとすると BBF の学力の、あのグラフから見ていくと、苗字を呼び捨てにしない後輩に該当するのは幼なと光ちゃんのみになってくるということで、他の後輩の女子単位については全て苗字で呼び捨てにしているということになると思います。でまあ、コンちゃんについてはコンちゃんがコン様というふうに呼んでいるということで、まあ、この辺からもですね鈴なりのねあの隊員以外からでもまあリスペクトを集めているということがわかりますね。まあ、ただまあ防衛本能っていう観点でいくと、コナミ先輩は確かに成績はいいんですけども嘘ですぐ騙せるので、まあ、そういった部分でいくと別に防衛本能働かせなくてもいいんじゃないかなというふうにはちょっと個人的には思ったりしますけどねっていうところですね。まあ、そしてジンさんの SE の機能の詳細ということで、まあ、ジンさんの未来史のサイドエフェクトについてはオンとオフにすることはできないんですけども、まあ、ただね意図的に見ないようにすることはできるといったところが明かされています。そう考えると想像しているよりも結構使い方だったりとかそこの強弱がつけれるということで、まあ、ハードではあるんですけども便利な能力だなというのが、まあ、率直な感想ですね。
まあ、ただ見ないようにはできるんですけども、まあ、あの逆に言うといろんなものを取捨選択しなきゃいけないということになってくるので、まあ、優先するものの、ね、判断基準みたいなのを常に決めていないと、まあ、常々、ね、そこの中で迷いが生じかねないということで、まあ、やはり、ね、心が潰れかねないような、まあ、そういったサイドエフェクトになるかなということで、まあ、やはりですね、ジンさんは今からでも遅くないと思うのでラグビーをやっといた方がいいんじゃないかなと思いますね。では4日目の Q&A もちょっと深掘りということで、まあね、個人的にはあのガルプラのベイルアウトのね、あの開発のスピードの速さっていうところが気になったので、ちょっとそこを見ていきたいと思います。で、まあ、その開発までのスパンっていうところで考えると、まあ、アフトからそのベイルアウト機能についての精度の高い情報が伝わってから、まあ、そこから開発っていうことで考えていくと、まあ、その伝達のタイミングによって、まあ、ちょっと開発の、まあ、タイミングが変わるかなと思います。一つが、まあ、潜伏して、ラッドとかを送り込んでいるときに、まあ、何らかの形でベイルアウトの情報を得ていたという場合で考えると、まあ、ユーマの登場しているぐらいのタイミングになってくるので、まあ、そこからでいくとガルプラ戦までの間はだいたい2ヶ月ぐらいなので、まあ、2ヶ月ぐらいで開発をしたということが考えられます。で、ユーマがまあ登場したぐらいの時期の感覚でいくと、まあ、ベイルアウトがあるっていうところの情報は掴んでいるんですけれども、まあ、明確にそこについて描写があるわけではないっていうところがあるので、まあ、ちょっとね、ここについてはどうなのかなっていうところが判断が難しいところかなとは思います。で、まあ、一方でアフト進行後のタイミングでいくと、まあ、頻繁にボーダーの隊員がベイルアウト機能を使っているので、まあ、明確に明らかにここについてはそういった描写があるということで考えていくと、まあ、確実にまあ このタイミングの時点では情報を入手しているっていうことになるので、まあ、ここからでいくと1ヶ月ぐらいっていう形になるんですけども、まあ、わずかね1ヶ月やね2ヶ月でね、相手の使っている機能、まあ、元々のベースになる技術があるということではあるとは思うんですけども、それを真似するっていうのはね、恐るべきスピードだなと思います。仮にですね、まあ、ボーダーも同じような形でベースになる技術があって、まあ、そういったトリガーの情報があるとすると、まあ、同じぐらいのスピード感でいけるという話になってくると、今作中の時点では、まあ、そろそろガロプラ戦から1ヶ月ぐらいが経つというところになってくるというような状況になってくるので、まあ、ガロプラのね、技術の方が突出しているという可能性はあるんですけども、まあ、キヌタさんが頑張れば、そろそろニコキラの技術を応用したトリガーが出てきてもいいような、まあ、時間的なスパンになるんじゃないかなと思います。なので個人的には誰かが試作トリガーとしてニコキラを持っていって、まあ、それをねビザ王のオルガノンに使った時に、まあ、それがですね、まあ、オルガノンのまあブレードを無効化できるのかどうかっていうところがちょっと気になるので、まあ、ぜひですね、そういったところで試作トリガーとして遠征に持っていってほしいなと思います。まあ、トリオンの問題はあるんですけども、まあ、オッサムとかがねそれこそ結構相性のいいトリガーなんじゃないかなというふうには思います。といった形で、まあ、非常に救済ではあったんですけどもね、まあ、いろんな情報がいっぱい出てきてね、楽しめたということで、まあ、前回のね僕の動画のコメントにもね、お祭りムードを盛り上げるために定期的に開催してほしいっていう話がありましたけども、まあ、確かにこんなにボリュームなくてもね、それこそなんか1回につき 1,2 問とかでもいいので、なんかちょいちょい Q&A でね、なんか情報が出てくるようなことがあると、まあ、非常に面白いなと思うので、まあ、ぜひですねそこについては公式さんにちょっとですね検討していただきたいなと思います。まあ、といった感じで今回の動画については以上になります。次回以降はまた普通の動画やっていきたいと思うので、またよかったらお付き合いください。ではどうもありがとうございました。